こんにちは、翔太です。今回はダークロードの属性チャレンジっていうのが来たんで、3つやっていこうかなと思います。で、個人的に難しかったのは2番目ですね。2番目が毒攻撃してくるんで、敵の攻撃というよりかは毒が結構厄介だった印象があります。で、これをクリアすることでもらえるミッションとしては、ちょっとごめんなさいね。あ、これですね。クエストキーがいっぱいもらえますね。あと、千ジュエルもらえるんで結構おすすめです。1体撃破、3体撃破、あ、2体撃、3体撃破、属性チャレンジクリアって感じですね。これで、15枚も、15個クエストキーもらえて、なおかつ千ジュエルもらえるんで、まあ絶対やりましょう。で、まあやっていきますけど、2番目のボトスコーピオンに関しては、あまり出てくるところがないので、もしよければここで、パッシブ100体倒すぐらいは解放してもいいかなってちょっと思いました。私は100体は絶対やります。1000体はちょっと今迷ってますけど、どうせそのうちどっかで戦えると思うので。どうやらアグラバーとワンダーランドの星3の難易度が下がるらしいんで、そこに確か出たと思うんで、そこでもしかしたら周回できないかなと思いながらやってます。そういうことあるのか。はい、まず1がこんな感じですね。個人的に3が一番簡単です。状態異常してこないんで。ボットスコーピオンは毒をしてくるんで、3回目の敵の前にもダメージを食らう時があるんですよね。それが結構鬱陶しくて。毒ならんな。毒ならんっすね。あ、終わっちゃった。あ、図鑑ちょっと埋まりましたね。ちょっともう一回やりますね。毒なるんですよ。それで一回やられたんですけど。あれ？ 毒耐性でもついた。ああ、来ました、来ました。この毒のダメージが、普通にでかくて、通常攻撃と合わせると100近く、相手が動くたびに、食らってしまうので、注意し、もし手動でやるなら、アリスを連れて行って回復してもいいかなと思います。じゃあ、3ですね。エメラルドソナタは、自分の HP を回復するときがあるんで、まあそこがちょっとめんどくさい感じですね。まあただ麻痺とか毒とかにはしてこないんで、個人的には一番楽かなとは思ってます。で、この属性ミッション、何々属性でデッキを組めてコンセプトですけど、正直そんなにまだカードないと思うんで、そんな何々属性で組むほど。まあ、ぶっちゃけ私は全部一緒のデッキで勝ててるんで、まあ、レベルさえ上がれば、ある程度カード揃ってくれば勝てるのかなと思います。結構回復量高いんやな。
結構エメラルドソナタもめんどくさいですね、今思えば。活属性の魔法を私が持ってないのが問題なんでしょうけど。あ、まあ勝てましたね。はい、まあこんな感じになっています。で、まあ一回クリアするだけなんで、あのお守り使ってでもクリアしたらいいと思うんですけど、ボットスコーピオン2つ目はあんまり出てくる敵じゃないんで、ここで、勝ってもいいのかなと。パッシブ目的で100体ぐらいは倒してもいいかなと思いました。これからも、ユニオンクロスとダークロードの動画をどんどん上げていくので、もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。